新潟地方気象台は向こう3ヶ月の予報を発表しました。春の訪れが平年より早い可能性があります。新潟地方気象台は今日、新潟県を含む北陸地方の向こう3ヶ月の気温について、平年に比べて寒気の影響を受けにくいという予報を発表しました。そのため県内の来月の気温は平年並みか平年より高く、春の訪れが早い可能性があるということです。3月の気温は平年並みか高い見込みで、春の訪れが早い可能性があります。農作物の管理、いつもよりも生育がちょっと早かったり、積雪の多い地域では雪崩に注意してくださいと。気象台は雪解けが早く進む場合には河川の増水や土砂災害などに注意が必要だとしています。